マネー問題。はい、メッチチャンネルです。メッチシプリーム 2023FW ウィーク15ノースです。その前にチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。ウィーク15はノースですね。ノースですね。もう見たいんやけど、改めて俺どういう気持ちなんか、どういう気持ちにこうな、ちょっと時間置いたらどういう気持ちになってるのか、うん、それで見ていきたいと思います。やっぱノースええからな。うん、楽しみ。ノース見ました。改めて見ました。改めて。いやな、かっこいいはかっこいいな。あの、シンプルなんいいよな。シンプルなんがいいかなーという気持ちになってきた、俺。うん、いいねん。なんか俺、なんかこういう、ちょっと、この騙し絵的な感じやんか。これとかな。あと、これも超お気に入りやねん。これな。これな。ブリーチ抜くしか。これもな、めっちゃ着てんねんけど、ちょっとな、今回みたいな、やつもええなと思わへん。なんかちょっとな、シンプルな感じ。シンプルな感じ、ええよなーともな、改めて見ても思うのよ。青色がいいかな、俺。黒がいいかな、これ。ダウンパーカーとかな。ダウンパーカーかな、どうやろ。ヌプシもいいねんけど、ヌプシ2個持ってるから、ダウンパーカーかな、これどうかな、ダウンパーカーかな、俺。思ったりすんねんけど、今の時点の、なんか価格予想価格見たらもうこれ無理やと思ったの。まあ、予想通り無理やと思ったの。まあ、もう俺わからんで、いくらかわからんねんで、今の時点ではな。いや、これな、無理やな、これ無理やな、これもう見ん方がいいと思った。うん、ぬぶし持ってるし、これも来てな、そんな切れてないからな。うん、今年の冬ガンガン着ようと思ってるぐらいやから、ちょっとな、ダウンパーカーとかヌプシはちょっともう見ようにしようかなと思ってる。見ようにな、しようかな思ってるし、そこはな、よう見ていったら、やっぱな、フーディーがいいなと思ったりするな。着画のフーディーがめっちゃかっこよかった。あの葉っぱのやつ。あれもうセットアップで着たいなと思ったぐらいかっこよかった。であるな。あれやっぱ着画の人やっぱかっこいいやんか。どう考えても。俺みたいにチンチクリーンやったらな、おかしになる可能性もありやんか。でもな、着画ってやっぱな、見たらかっこいいなって。平置きで置いてる写真より、着画やっぱかっこいいなと思った。ちょっと気になるな。でもこれ多分ノースボディやるな。俺シボボディの方が好きやねんけど、いや、どうなんかな、ノースボディ持ってないから一回チャレンジしてもでもいいねんけどなっていう感じかな。あとバックやな。バック、ダッフルバックがいいなと思ってる。ダッフルバック良くない？あれ、リュックにもなんねんな、あれ。そう考えたら、使い勝手があんま良くない噂も流れてるし、いや、どうなんかなと思ってるけど、俺あのバックの、まあ、黒か青かな。黒か青がいいかな、俺は。まだちょっとな、まあ、これも価格やねんな。ぶっちゃけ価格やねん。これ価格はどうなるかやねんな。まあ、それによってな、左右されまくり。ああ、やっぱ、お高いやろな、スウェードとお高いやろな。で、あと一個難点と言ったら、韓国では出ないんだよな。出ないみたいな書いてあったよな。日本でももしかして出ないんちゃうんかとか、なんかそういう噂も流れてるし、今の時点でやで。
俺知ってる時点では、いや、どうなんやろうと思ってな。もうそれもなんか不安になってきたもん、これ。どうなるんやろな、これ。まあまあ、時間経ったらすぐわかると思うねんけど、これはちょっと気になるな。まあ、それぐらいかな、狙いたいと思うのは。ではでは、レギュラーの方、見ていきたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ。はい、レギュラー見てきましたね。レギュラー見たら、ワイルドキャット来たな、これ。ワイルドキャット来たな、これ。これな、視聴者の人が、これめっちゃずっと狙ってるっていうので、教えてもらって見たとき、めっちゃかっこよかったよな。着画が出とったんかな、これ。ワイルドキャットかっこいいよな、これ。これオレンジがいいなと思ってな、これ。オレンジ可愛いよな、これ。いいよな、キャット感が出てな。これもいいと思ったし、シンプルなやつで言ったら、ニットセーターもいいよなと思った。ニットセーター良くない？これバックから見て。これなんかバックもいいねよ。ニットセーターな、これ。いや、それも気になるな、これ。あと、ペイズリー。ペイズリーのハット。ハットもいいなと思った。ペイズリーな、ペイズリーもいいよな、これなと思ったりな。あとな、これな、意外にこの、ドクロもいいなと思った。ドクロ。これドクロな、予想価格ではな、そんな高くなさそうやね、気が したからよかったと思ったんやけど、ドクロ良くないこれ。ちょっと飾りたいやん。ちょっとドクロ。ドクロ飾りたいなと思った。これ、ドクロも悪くないなと思ってんな。いや、これな、ちょっとな、ノースさんがちょっと価格帯厳しいと思うから、いや、ちょっとな、レギュラーの方ちょっと目向けてしまうよね、なんか。ちょっとな、その中でもやっぱな、視聴者の人に、こう、これいいでーって言われた、ワイルドキャットがやっぱな、これ気になるよな、これ。いや、これちょっと着てみたいな、と思った。気になるわ。な感じで、ウィーク15。見ていきました。いやー、今の時点やで。今の時点では、ダウンの、パーカーと、ダウンやで。ダウンと、ヌプシはもうちょっと、手に負えへんなと思った。今んとこやで。めっちゃ安かったびっくりするよ。で、予想的なこと見たり、いろんな、こう見たら、やっぱ厳しいやろなと思う。価格がやで。価格が厳しいやろなと思うから、そこも見んとこかなと。それ以外って言ったら、フーディーかな。草のやつ。草のタキシやったっけ？草のヒロシやったっけ？何やったっけ？筋肉ムキムキやろ？スーパーヒトシ君やったっけ？草の何やったっけ？忘れた。草かなと思ったり、まあ、草刈りマサオでもいいか。草かなと思ったり、あと、ダッフルかな。まあまあ、ここら辺の価格帯がな、ダッフルはやっぱ気になるな。カバンちょっと気になる。ダッフル系ちょっと欲しいと思ったから、カバンかなー、と思ったりとかな。思ったりとかして。あとレギュラーで言えば、ワイルドキャットかな。これちょっと、これ面白いなと思った。着画見てもかっこいいよな、と思った、これ。思ったりな、これ。いや、ちょっとな、悩むよな、これ。悩むな、そうやったらもうスカルナの骨骨。頭蓋骨のやつでもいいかなと思ったりもするし、いやー、だけどな、こう、よう考えていったら、ちょっと我慢すんのも大事かなっていうのもある。もうボックスさんがあるからな。多分、次やんな。多分次ボックスさんやな。予定ではな。
だボンボンボックスさんのためにもちょっとな、我慢中手もある。我慢中手もあるな、この、うわーってならん限りはな。いや、今の時点ではちょっとな、もう我慢しなあかんかなっていう気持ちもある。若干ある。まあ、ちなみに今はこの、あれ、追加とか変更等があるかもわかんないですけどね。かもわからないし、値段も今の状態では、だいたい予想しかわかってない人間だ。だからこれもなんとも言われへんよな、これ。なんとも言われへんな、これ。いやー、どうしようって感じ。ちょっと欲しいっていうな、スウェードのヌプシュ欲しいっていう気持ちもあるし、ダウンパーカーも欲しいっていう気持ちもあるけど、これ価格がな、もうちょっとしたら出てくると思うのよ。出てくると思うのよ。その時見たら、あ、やっぱ無理やなっていうのが予想やねんけど、それを覆すぐらい、お、いけるぜって言えたいねんけど、これちょっと、もう見んとこ。やば、もう見んとこ見んとこ。俺、青かっこいいなと思ってんねんけどな。これはやめとこう。って考えたフーディーかなー、この草の。カバンかな、ノースエイバー。やっぱこれ、もう一回見たけど、ちゃんと見たけど、自分の現実、実際問題、やっぱ草のパーカーか、カバンかな、もうベラボーに高かったら無理やで。無理やけど、そこら辺がちょっと気になるなーっていうのもある。かなー。かなー。だからな、これ我慢するべきか。まだあるからな、俺。まだあんねん、俺欲しいもんがな。いや、僕さんのパープル。パープルは欲しいと思ってる。と、あと、武藤圭司さん。武藤さんがまだ残ってるからな。それを思い聞かして、思い聞かして、思い聞かして、思い聞かして我慢するっていう手もあるし、やっぱりやっぱ欲しいよなってなるかもかんし、まだちょっと時間あるやんか。だからちょっとな、まあ、じっくり、悩もうかなも。今からいろんなことが分かってくるし、もしかしたら日本発売ないって言ったらびっくりするけどな、これやったらな。でも、どうなんかそれも分からんもんだよんか。韓国ではないって言ってて、日本もしかないかも分からんって噂も流れてたけど、それも分からんしな、きし。なんとも言えんけど、今のところはそうなってんねんな。いや、どうなんかな。これもうドキドキや。やっぱノースってだけで、やっぱ祭りやんか。やっぱ祭りやから、やっぱ、一番テンション上がるよな。いつも俺毎週祭りしてんねんけどな。シポさん、毎週俺は祭りしてんねんけど、やっぱノースとかボックスとかだったら、やっぱさらに祭りになるからな。これもうちょっとな。ちょっともうじっくりな。じっくり自分がちゃんと、来て、楽しめるアイテムなんかっていうのをじっくり、ノリでも買わんとこうと思って。ノリではな。それもじっくり見極めたいと思うメッチでございました。いや、だからな、これも良かったもん。そうだね、もう2個持ってるからええかな、もう。これもな、超お気に入り。良くないこれ。これ良くないと思ったら、やっぱな、やっぱ2、3個いらんやろ。いや、俺これ1代目がな、このヌプシャってんよ。これブリーチか。で、こればっか着とったから、やっぱ2代目欲しいと思ってな。ジーソールブラザーズ的に2代目な。欲しい思ってこれ、騙し絵買ったんよ。だよな、時期的に SS 出たやんな、これ。だからあんま着てないのよ。あんま着てないの。2回ぐらいしか着てないんじゃんか。いや、そう考えたらやっぱ、買ったらあかんよな。買ったらあかんよな、ダウンとかな。もう買ったらあかんよな。それちょっと、それをもうずっとな、ずーっともう思っとくわ、ほんま。あかんと思うとか。あかんと思うとか。まあそんな感じで。皆さんどうでしたかね？あったかな？なんか、これ欲しいって。絶対行くぞーってあったかな？いや、今回ちょっと我慢して次、ボックス頑張ろうっていう人もおると思うし、皆さんどうかな？これ。割ってもあんねんけど、ちょっとな、我慢しなあかんって気持ちもあるかな？今のところは。まあ、価格がええね。まあ、それもわからんけどな。まあそんな感じかな。めっちゃでした。めっちゃでした。はい。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ちょっとな、今週な、その、マネー問題、価格問題、せっかくナスも送るけど、あんだけの金は出されへんっていう、メッチでございます。もうどうしたいかな、これ。めっちゃでした。どうしよう。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。
ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。